なははは、はまたしても警告が情報漏洩で破滅の道を進んでいるらしいぞ。またなの？自分から戦線離脱してくれるなんてやっぱり警告ね。おまけに、アスチュート級原子力潜水艦が釜山に入港したところ、大変な事態に、なははは、はちょ、マリサの笑い方独特すぎ、これは気になるわね。ということで今回は警告がまた情報漏洩で破滅の道へ。イギリス激怒、アスチュート級原子力潜水艦、釜山入港も韓国が、お送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、釜山に入港した A 軍原子力潜水艦が警告に情報を漏らされたとのことで、激おこなんだ。ふむふむ、度重なるやらかしで話題の警告。そんな中、イギリスは現在、空母打撃群を極東や南シナ海に展開させているんだな。イギリスにまで怒られるなんて、仏の顔もサンドイッチマンなのよ。仏の顔もサンドまでと言いたいのか？まあ、警告に情報漏洩されたイギリス海軍原子力潜水艦とはどんなものかについて説明していくぞ。お願いね。この原子力潜水艦はアスチュート級原子力潜水艦というんだな。そして、イギリス海軍が保有する最新鋭の攻撃型原子力潜水艦なんだぜ。最新鋭の潜水艦情報を漏洩とか、シャレにならないわわら。ほんとだな、2010年に一番艦が収益しているんだが、このアスチュートは、潜水艦戦闘システムを発展させた戦闘管理システムを搭載しているんだぜ。なんなの？その戦闘管理システムとかいうのは？この戦闘管理システムは、潜水艦などのセンサーからの情報を複合的に活用できるシステムなんだ。他にも魚雷や各種ミサイルを搭載し、対艦任務、対潜任務、対地任務にも対応できる能力があるんだぜ。日本の潜水艦が最強だと思ってたけど、イギリスもなかなかやるじゃないの。また、アスチュート級原子力潜水艦は、ヴァンガード級戦略ミサイル潜水艦の支援任務にも使用される予定があるんだな。ヴァンガード？なんだ、イギリスはただのカードゲームオタクだったのか。そんなわけないだろわら。ヴァンガード級は、これまでにイギリスで建造された、最大の潜水艦であり、イギリス海軍に所属する艦船の中でも3番目に大きいんだぜ。ふむふむ。しかも、この艦は先代のレゾリューション級の149名よりも、少ない132名の乗員で哨戒任務を行うことができるんだ。ヴァンガードファイトはみんなでワイワイやった方が楽しいけどね。そんなヴァンガード級は厳重な秘密のベールに包まれているんだぜ。しかも、冷戦が終結し、その戦略的役割が低下したにもかかわらず、兵器システムと哨戒任務に関する詳細は現在も高度な機密扱いとなっているんだ。おお、なんかかっちょいい。その巨大な寸法のため、建造に際しては、デボンシャードックホールという特別な生産設備が新たに作られたほどなんだぜ。なんでそんなに大きいのよ？船体が巨大になったのはトライデント D5 潜水艦発射弾道ミサイル SLBM を積むためだな。そういうことなのね。それでは、警告がイギリス海軍のアスチュート級原子力潜水艦の情報を漏らしたことについて深掘りするぞ。お願いね。さて、警告はイギリスのどんな情報を漏らしたかというと、アスチュート級攻撃型原子力潜水艦の名称についてなんだ。ふむふむ。そもそも、このアスチュート級攻撃型原子力潜水艦は、イギリス海軍の、クイーンエリザベス級空母を含む空母打撃群に含まれる原子力潜水艦なわけだぜ。あのクイーンエリザベスの空母打撃群に所属しているのね。ああ。そして、これら空母打撃群は2021年7月下旬に南シナ海に到着したんだな。この海域で軍事演習を行った後、クイーンエリザベス級空母はグアムに入港したわけだ。うんうん。その後に、空母打撃群を構成していたであろう。アスチュート級攻撃型原子力潜水艦が、警告の釜山に入港したわけなんだぜ。そこで事件が起きたと？まあ、警告では、アスチュート級3番艦アートフルと呼び、報道したそうなんだ。アートフル？ほんとかよわら。しかし、イギリス海軍ではクイーンエリザベス級空母打撃群を、構成している艦の名称は公表していなかったんだぜ。なるほど、名前をごまかせばいいってもんじゃないわね。それに、実際に釜山に入港したのは1番艦アスチュートなんだな。アートフルじゃなくてアスチュートか。そして、釜山に入港した1番艦アスチュートの特徴は、右舷セール後ろ側の、中排水用ベント穴が 4×2 の上下、艦尾に3つ穴があるとされているんだ。だが、この特徴はアスチュート級の中で、1番艦アスチュートだけなんだぜ。他の潜水艦は違う構造なの？ああ。2番艦アンブッシュからは、右舷セール後ろ側の、中排水用ベント穴の位置と数は、セール後ろ側の 3×2 になっているからな。ほほう。また、3番艦アートフルも2番艦アンブッシュと同様に、右舷セール後ろ側の、
中排水用弁当穴の位置と数は、セイルー城側の 3×2 なんだぜ。つまり、このデータだけでも、釜山に入港したのはアートフルではないということがわかってしまうわね。そんな警告が間違えて報道したアートフルは、ジブラルタル海峡を通過して、地中海へ入り、イギリス本国に戻ったことが確認されているしな。警告やっちまったなあわら。しかも、イギリス海軍は攻撃型原子力潜水艦の庫艦の名称を現在でも発表していないんだぜ。当然、イギリスは警告にも正確な艦名の公表をしないように伝えているはずなんだ。はずなんだ。って言われても相手は警告だよ。そのため、警告の報道ではイギリス海軍の原子力潜水艦の名称が、報じられたのはなぜなのか?とみんなが疑問に思っているようなんだぜ。そりゃ、C 国に情報を売るため、ゲフンゲフン、風かしら?まあ、情報の機密に関して意識が薄いのは間違いないだろうな。それとも他国のことなんてどうでもいいと思っているのかしらね。どちらにしても秘密にしてほしい情報を漏らされたら、いくらイギリスでもブチギレるわけだぜ。怒って当然だわ。でも、もう警告に余罪はないんでしょう?ちら。それでは、警告は他にどんな情報漏洩をしてしまったのか、見ていくか?みるみる、教えてマリサ。実は、警告軍では呆れた情報漏洩事件が相次いでいるようで、こんな出来事があったんだ。それが、スパイ摘発や機密情報保護担当の、エリート海軍少佐が、軍事機密を C 国に流出させたという事件だぜ。エリートが?情報漏洩?これは面白いなりわら。しかも、この海軍少佐は2013年6月から、何度も犯行に及んでいたらしいんだ。何度もって、さすがに3回くらいでしょ?これが、軍事資料26点と海軍艦艇の軍事機密1件を持ち出しているんだな。思ったより多かった。おまけに余罪についても言及されていて、まだまだ深掘りすればボロが出そうなんだ。全部吐いちゃいなさい、カツ丼取ってあげるから。そんなエリートは、なぜか、この機密情報を C 国人男性に渡したとされているんだな。あれれい?どうして C 国に渡す必要があるのかな、すっとぼけ。まあ、軍事情報を受け取ったとされる C 国人男性は C 国の情報機関関係者だったわけだぜ。は?これはひどい。そして、C 国人男性は見返りとして、警告海軍少佐に接待や金銭を渡したとのことなんだ。接待?何をしたんですかね?さらに、情報を C 国人男性に渡した警告海軍少佐はキム司令部所属だったんだぜ。どんな部署なの?キム司令部の担当は、スパイ摘発や軍事機密の保護や流出防止などの重要な部署なんだな。なるほど。で、お前がスパイになってどうすんだよわら。その通りで、そんな大切な情報を扱う人物が C 国に情報を渡すとは呆れてしまうぜ。それで罪はちゃんと償ったの?ああ。当然、情報を渡した海軍少佐は C 国に軍事機密を流出させたとして、軍事機密保護法及び軍刑法違反の罪として起訴されたからな。全く油断も隙もあったもんじゃないわ。このようなことがあってか、同盟国のアメリカも神経を尖らせ、内々で調査監視をしているとのことだぜ。そりゃそうだろあら。まあ、こんなことがあっては、日本やアメリカからすれば警告を全く信じることができなくなるよな。元から信用なんて、嫌なんでもないわ。さて今回、警告がイギリス海軍原子力潜水艦の情報を漏らしたことについて、海外から様々な反応が届いているから一部紹介していくぜ。お願いね。出たよ出た出た。こんなことばかりするから信用失うんだよ。しかもあの温厚な、平和主義のイギリスを怒らせるなんて。多分二度と信用してもらえないね。今回の空母打撃群の太平洋派遣は大西国だけでなく北やロシア極東方面に対するイギリスの関心の度合いを示しているのかもしれません。警告って原船が入港してちゃんと点検とかできるドックとかあるんですか？よく知りませんけど、不当に横付けして物資の補給だけさせたりして原船は来てもクイーンエリザベスは来ないのかよ。我が国は北の脅威に屈したのか？警告に何を期待してたんだよ。イギリスもさ、あんな国が何かできると思ったのか？潜水艦も戦闘機もまともに作れない国、もうスパイになるしかないじゃないか。これで軽空母も白紙？もしくはイタリアに任すのかな。警告って未だに自国で物を作る気ゼロなんですね。ていうか作れないのか。アメリカにもできんをくらい、イギリスからもできん。日本のことは嫌いだって言ってるし、もうおしまいだね。とみんな警告に対して呆れているんだ。呆れるというか、面白がってるだけでしょわら。まあ、今回、アスチュート級原子力潜水艦の情報が警告に漏らされたことについて、今のところ名称が報道されてしまっただけで済んだのは不幸中の幸いだな。いやいやわら、不幸そのものやんけ。そもそも、本当にそれだけならまだ幸いと、
言えるのかもしれないが、最も肝心な情報が漏れていないかが心配になるぜ。例えば、イギリスの潜水艦技術や、作戦動向なんかだな。バレてそうよね、C国がすでに情報を手に入れてたりして。さらに、イギリスからアメリカの情報も漏洩している可能性もあるんだぜ。そうか。同盟国のアメリカとの作戦計画だってあるものね。その通りで、イギリスの情報イコール、同盟国すべての機密情報でもあるからな。ということは日本も？ああ、可能性はあるぜ。もしかしたら、イギリスと共同開発中の次期戦闘機情報が漏れていたり。やめてよマリサ。そして今回は、海軍少佐による、軍事資料と海軍艦艇の軍事機密を C 国人男性に、渡したという出来事を紹介したわけだが、これ以外にも警告は軍事情報を、漏洩させてしまっているらしく、信頼を失うのではと言われているんだな。まだまだ余罪がありそうだわ。そもそも、今の時代、軍事的な情報がとても重要なのは言うまでもないだろ？ロシアによるウクライナ侵攻なんかもあるし、軍事開発も情報戦の時代だものね。まあ、こんなことでは同盟国であるアメリカからも疑われてしまうのは当然かなと思うがな。みんなも警告が情報漏洩してそうなことがあったら、コメント欄で教えてほしいわ。やっぱり警告からは目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。